結果の発表です。プログラム28ページ一般高校女子 300m ハードルタイムレース1組目の結果、1着4レーン大石さん諫早時間50秒67、2着9レーン中村さん長崎女子52秒22、3着7レーン立石さん長崎日本大学52秒78。以上です。